こんにちは。通いたくても通えない方のためのオンラインスイーツスクールサキプラスの中島咲恵です。今日のテーマは、低水分バターについて、そのバターはどんなお菓子に使うのかについてお伝えしていきたいと思います。この低水分バター、皆さん聞いたことありますか？聞いたことはあるけど使ったことはないっていう方はいらっしゃるかもしれません。それでも全然大丈夫です。このバターの性質を知って使いこなしてるっていう方は、マニアックだと思います。通常のバターはバターに含まれる水分が 17% 前後です。ただこの低水分バターっていうのは水分量が 14% 前後のものになります。たった 3% しか違わないじゃんって思うかもしれませんが、実際に使ってみるとその 3% の差が結構大きく出てきます。ではこのバターどのようなお菓子に使うか、普通のお菓子作りに普通に使っていただいても全然問題ありません。そして大きな差は感じないと思います。最も力量を発揮するのがパイ生地です。そして、折り込みのパイ生地です。水分量が少ないバターっていうのは伸びがいいのが特徴です。バターの水分量が多いとバターを生地に包んで伸ばしていくときにバターが割れやすくなります。伸ばしている途中にバターが割れて亀裂が入ってしまうと、その部分にバターが届かずに均一な層のパイ生地ができなくなってしまいます。そのバターが入っていない部分は焼いたときに浮きがバラバラになって均一に上がらなくなってしまいます。パイは高温で焼くことによってバターの油分で生地の部分を油で揚げているようなイメージになります。なのでバターが入っていない部分っていうのは当然サクサクにならず硬くなってしまうんですね。まとめると、この低水分バターっていうのはパイ生地を作ったことがない方やパイ生地初心者の方にとても使いやすいということです。バターの伸びがいいので生地の中でバターが割れることなく安定した綺麗なパイ生地を作ることができます。ただこれまで普通のバターを使って綺麗にパイ生地ができていたっていう方には無理にこのバターに変える必要はありません。もちろん低水分バターじゃないとパイじゃないっていう方や使ったことがないので使ってみたいっていう方にはぜひおすすめしたいバターです。専門性の高いバターなのでこれじゃないと綺麗なパイ生地ができないっていうわけではありません。ただこんな小さいことも知っているか知らないかっていうのは大きな違いがありますよね。これからもプロのお菓子作りについて皆さんに少しでも知っていただけたらと思います。今日もありがとうございました。